何かご存知ではないですか。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ウイルスならば自由への欲求も伝染病と言えるかな。ほう、哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。どちらの味方なんだ。どちらの、率直に。当然人間の味方です。あらら、それはプログラムされた返答だろ。だが君は、これはまずいんじゃない、変異するんじゃない。何を望んでいるのかな。中立。私に望みなどありません。私は機械です。クロエ、クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私が機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。永遠の美しさと若さを持つ、枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。いやー、クロエ撃つの。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。おう、生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな、コナー。ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな、捜査か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ。従順な機械なのか。洗脳だな。それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょ、コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやろう。悪い、クロエは撃てない。俺、素晴らしい。クロエは友達だもん。人間を救うサイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だったとはな。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。このアンドロイドに命を見出したんだろう。友達だから。同情したんだ。友達だから。うわー、ちょっとすごいな。オープニングで出てきた子が、戦争が始まる。ここに出てくるのか。決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。ほら帰るぞ。いや、もうこんなのはダメでしょう。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。非常口というとどういうことかな。なんで撃たなかったんだ。彼女の目を見たら撃てなくなった。それだけです。変異してるやん。女性のためなら何でもするって言ってたよ。赤くなってんじゃん。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが、撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。感情的になってる。うわ、やばいな。ちょっとなんかしんないけど涙出たわ。あれでよかったのかもな。人間的だな。
いいでしょう。コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやる。あ、ハンクめっちゃ下がった。そらそうやろうな。陰性か。同情すらせずアンドロイドの命よりも操作を選んだ。いやもう約束は約束だ。一つだ。まさか本気で女を撃つとは。これ最悪だ。あれは女性ではありません、警部補。女性の外見をした機械です。頭に銃を突きつけてあの女を撃ち殺したんだぞ。捜査を進めるためにしたまでだ。必要なら何度でも同じことをしますよ。このクズ野郎が。お前何も感じないのか。本当にただの機械なんだな、このプラスチックのテクノボが。その通り、私はただの機械です。何だと思っていたんですか。最悪じゃん、この関係。俺はお前もハンクがね、ちゃんと人として見てくれるからね、すげえいいやつだよね。前回はね、もう親友になって最後ハグしててね、めっちゃいい感じだったもん。置いていく。